猫ちゃん発見しましたはい猫ちゃんうん今回は結構おうんーっと詳細設定の全くこれ明るいやつないと見えないんだよこれもうこれまた この子が、これオスですね、これね。結構でかいですよ。にゃんこちゃん。にゃんこちゃん。うわ、これかわいいわ。この子も。また、泣くん、ね、だ、これが。なんか泣き声するなと思ったんですよ。泣き声やけにするなーと思って、周り見渡したら、なんかこの子いたんですよね。うわ。 タマタマがあるんで,で、あとは耳が V 字カットされてませんのでチュンチュンチュンと猫ちゃんかわいいおっきいですああこれこれこれわ気持ちよさそうに寝とるわこの子でもすごい体型がでっかいんで多分 相当でかいんで、毎日は餌やられてるでしょうね、ここら辺で。うん、甲骨の表情だな、これね。ぷにぷに、ほら、ほぼ抵抗してないですね、これね。肉球ぷにぷにしてもほら。ほら、これだよ。これがやむ、野生を失ったこの猫。 野生を失ってしまった。で、たまたまがここにあります。見えますたまたま。オスですね、これ。間違いなコオスです。去勢もされてません。おすごい伸びてる。伸びてますね。昨日も荒川の河川敷でね猫いたんですけど、ね やはりか、あのー、警戒して、えー、ダメですね。あららららら、これ、か、これ、飼い猫なのかなわかんないですね。飼い猫かどうかわかんないんですよ。これ。これ、これ、これや。あ、痛いたいたいた。ちょっと爪が伸びてますね。 くり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 ーこれくりはこんなかわいいるかいやだから猫は飼えないんだってものすごく金かかるんだよだいたい世話もかかるし金もかかるのだよ無理なのだよそんなのはね猫じゃんかわいいなこの子はでャーニー泣いてるんですよ ニャー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 。ほら、餌だよ。こうやって、餌のガサガサをすると、ほら。ほら。猫は野良だと5年くらいしか生きられないんだってな。で、昨日ね、荒川でね、とんでもないものを発見してしまったんですよ。とんでもないもの。ほら。こっちだよ。待ちなさい。 お座りほらここにお乗りなさいほれここでほらたぶん匂いでわかるんでエサの匂いじゃないですこれ。 手袋ですかねこれあえてこういうふうにしてあーくっついてくるね猫、ね、ちゃんこの子もまたあのー、男なのにやけにねだるな昨日ね荒川でね 荒川の河川敷にいたんですよ。猫が。だけど、やはり、えーえー、警戒して、ある程度の5メ、あの、そうな3メーターぐらいまでは近づいてくるんだけど、で、あそこの、見えますあそこになんか、あの、キッチンコンロの、コンロのあの、あれが置いてあるんで、多分ここで餌を、 あげているんではないかと思われる。餌皿が、餌皿というよりは、餌皿の置き皿といったところか。うちの近所で餌やりと地元住民が喧嘩して警察さだなってたから気をつけろよ。いや、だから餌やんねえっ,ってって俺もだから警察呼んだんだよ。餌やってる人間にや、あの、呼んだんだよ。それがもう2回か3回ぐらいあるんだよ。だからあれなんだよ。 おいで、おいで、おいで。おいで、おいで、おいで。おいで、おいで、おいで、ほら、ほら、ほら。だから、餌やってるやつ見つけたら、速攻で通報すんだっつ。でだ、また地域猫活動とかでゴミかす団体がな、ここにまたムカついてんだよ、前動画にあげた、あげたけども、地域猫活動っていうのがあるんだ。 ある一定の時間に、毎日餌をやって、水をやって、それですぐに片付けて、え糞、ー、の始末もしっかりする。だがしかし、えー、その、えー、猫は、えー、耳が V 字カットされてるんですね。えー、ですがこれされてないんです。ということは地域猫活動ではない。 で、えー、っと、前、えー、掘切り勝負園駅の、あの、葛飾区にある堀切り勝負園駅っていうところがあるんですが、あの、そこのね、だからそれ一週間ぐらい放置され,されてたんですよ。あの、だから、にゃんこちゃん。掘り掘り掘り。またふミふミされるほら。 俺、餌持ってないんですよ。だから、当たり前だけあららら、おい、ちょっと、ああまたしても乗った。ふみふみダンスです、ほら。これが野生を捨てた猫。これは相当、飼いならされてますな、ね。ああ、陣取っちゃったよ。陣取っちゃって、これほら。 ああああてない,のいや、だからあげないっつう。バカかよ、お前。野良猫に餌あげるのはな、あの、犯罪だ。違法行為だよ。俺は動物が好きだからこそ。うわ、乗っちゃったよ、俺。ほら、見て。ちょっと。これ。またあのー、あれと同じだ、これ。 違法行為なの。だから俺は通報してんだよ。で、俺、だから俺餌あげてないんですよ、今。ちなみに水もあげてはダメです。で、地域猫活動というのは、えー、ボランティア団体なので、一切資金をいただいていない。ただ単に地域の野良、えー、猫を虚勢、えー、して、んで、 えー、まあ、保護するというよりは、んー、そうですね。だから、虚勢することによって、その、まあ、減らすということを目的とした。つまり、金をもらっていない、えー、自衛団体、ボランティア団体なんです。で、その団体が、えー の件で二つ、あの、警察にあの、通報したことがあるんですが、とある公園で、えー、変なじじいが餌をやっていたので、通報したらですね、えー、そのじじえっ、ー、と、猫、地域猫活動の、えっ、ーえー、と、ね、人間だと、言ってきたんですが、そもそもそも証,証明書自体がないということ。うん、で、餌をやっているのは事実として、で、さらに、 えー、その公園で餌をあげていると、当然他の野良猫がそこの公園にやってくるんですよ。そして、そのすべ、えー、ての巨勢手術は自腹なんです。わかりますよね。ボランティアなんですよ。で、自腹なんです。なのにもかかわらず、えー、掘り切り勝駅という、えー、葛飾区の、えー、駅があるんですが、そこの、えー、近くの商店街にて、えー、水と餌を、 完全に放置して、つまり普通だったら毎日交換しなければいけない。しかも、決まった時間にあげなければいけないはずなのに、それを無視して、グリーンウォーター、グリーンウォーターになってるんですよ。俺のあの、投稿動画、投稿動画見てください。グリーンウォーターになっている。つまり、 毎日変えていない、どころか一週間ぐらい放置されている形跡すらある。さらに餌はなめくじだらけで、えー、食べようともしない。だから、餌があるのに、俺のことを、俺にその餌をね、ねだってきてたんですよ。わかりますかだからおかしいなーって、そこに餌あるんだけどなーって見たら、なめくじだらけなんです。さらに水が、えー、確実に腐ってるんですよ。 で、さらに V 字カットされていた猫があったんで、当然地域猫活動だと。そして、え、葛飾区役所の、えー、に、えー、この件を、まあ、話したんですが、場所が特定されたので、そこの、あの、ね。まあ、人に注意しておくと。うん。だから、こういった事 実態があるんですって。だからそういった実態しかぶっちゃけないんですよ。だからつまりた、たかたかあの猫を、野良猫増やしてるだけなんです。他のところに、ね、野良猫来るじゃん。で、公園に餌あげてる奴がいればそこに群がるべ。で、餌やって、はい放置。虚勢手術もしない。その通りやな。だろ となると、野良猫がどんどん増えていくわけで、で、野良猫が増えたことによって、じゃあどうなるということですかここが一番俺がに、あの、ムカついてるのが、野良猫に餌をあげてるのいいじゃん。<laughs> は、はあ、いい、いいんですかあ,あ、それはあんたのエゴですね。じゃあ、野良猫に餌を与え続けたらどうなるか。皆さんわかりますはい。野良猫は、 えー、家猫と同じように餌がもらえるから。地域猫活動とか言っても餌やりが理屈こねてるだけやな。そう、だから動物愛護団体と全く一緒なんですよ、やってることは。うん。お分かりかね。で、餌をやっている。家猫と同じで、家猫を野良猫にそこらへパーッと投げたとしたら死ぬんです。なぜか。 野良猫じゃないから、家猫だから、餌は、あの、取り方知らないんです。ね知らないんですよ。取り方。野良猫は知ってます。ですが、今や野良猫と言ったら、ほぼほぼ餌付けされてるんです。となれば、その飼い主がもし、ええー、まあ、例えば病院とか、病気して、死んだとか入院したと。 なったら、その人、えー、猫は、えー、野良猫、なんですが、家猫に限りなく近い。ので、あの、餌取れないんです。ネズミとか、あの、小鳥とかね、まあ普通の野良猫だったら取ってるはずなんですが、その取り方すら覚えてないんです。覚えてない。で、それで、漁<ー>、えー、る姿しかか想像つかんわな で、えー、そういった野良猫がどんどん増えたことによると、えー、子供に、つまり、えー、餌の取り方を教えられないんですよ。普通の野良猫だったら、えー、しっかり、あの、子供にね、えー、餌のやり方、取り方とかとっていうのを、まあ、見本を見せて教えるんですが、えー、そういったことができない。そして、どんどん世代がどんどんだーって続いていくと、確実に本能自体がなく、あの、 と、あの、取れないというか、取り方が知らないわけですから。両親が知らないわけですから、子供に教えようがないですよね。そういうことなんですよ。結果として、すべての、え、虚勢手術をしなければいけない。じゃあ、虚勢手術何万しますかえ、10万円以上します。で、えー、公園に、どん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 集まってきます。野良猫。虚勢手術してないやつ。 さて、その、えー、責任は、あなたが取らなければ、えー、いけないんですよ。さて、あなた、地域猫活動の皆さん、責任は取れますかえー、ボランティアです。責任は取れますかあなたたちがもし病気になって死んだとしたら、その猫たちは全て死ぬことになるんですよ。 つまり、一生お前らが餌と水を毎日与え続けなければ確実に死ぬんです。つまり殺処分しているのと何も変わらないんです。お分かりいただけますかだから俺は動物が好きだからこそ、猫が好きだからこそ、野良猫には餌をあげないんです。ま、だけど可愛いのでこうやってな、ね、なこちゃんね、舐めたりね、こうやって、なでたり、なでなでって。 ここにでも珍しいですよ、これ。かなり重いですね。結構重い。重い猫ちゃん。だから、ここまで懐くと、あの、野良猫で、あの、今日初めて会ったんですけど、こんなことするのになかなかいないんで、ね。で、昨日荒川でとんでもない張り紙を見つけたんです。今から荒川行きますけども、荒川の河川敷で。 とんでもない書き込みが見つかりまして、そこ,のそこにですね、ちょっと僕今から行か,行かないといけない。今ドラクエボーク中なんで、それやりながら荒川の土手の、えー、河川敷にいて、呪いのとあるメッセージが残っていたんで、ちょっとそこら辺は <laughs>、またそこにもね、ちょっとまたその猫に関する えー、非常に腹立たしい内容のクソみたいな、えー、動物暗号愛護団体のような、えー、クソみたいな書き込みがありました。荒川の河川敷はものすごい野良猫がたくさんいるんです。野良猫がたくさんいるということは当然のごとく餌をやっている人間が腐るほどいるということになります。 そして、その野良猫に餌をやってると思われる人間の書き込みで、えー、とあるものがありましたんで、えー、僕は、今からそれを、昨日言ったんですけどね、あの、スマホのバッテリーね、忘れちゃってね、あの0、0%になっちゃってね、あの、取れなかったんですけど、ちょっと動画にね、はい、録画したいと思います。うん で、まあ、この子も、あの、耳が V 字カットされてないんで、でしかもオスなので、まあ、間違いなく、えっと、地域猫活動の対象の野良猫ではなく、ただの野良猫ということになります。で、その、主に、ま、餌をやっていると言ったら、ま、あ河川敷の、 まあ、荒川のアンダーザ・ブリッジに住んでいる、おそらくまあ、あの、ホームレスの人だと思うんですけれども、はっきり言ってね、ひどい書き込みがあったんですよ。それを、まあ、俺が、俺が今からね、ええー、毛繕いしてますね。 ダニとかかがいるんですかね、はい、猫はあの草食べますからね、まあ、みんな知ってるかもしれないけどあのこうやって毛づくろいしてだいたい毛を食べちゃうんですよ。そであの草食べてその草にその,あのなんだ自分の毛をこう絡ませてで消化消化というか出すっていう毛はだから分解できないらしくて。 ねだからこれが怪しいんですってこれここの近くにこの子はいたんですだから絶対この怪しいんだよなここなここの近くなんだよな、まあ、でもなかなかいないですよこんな猫 最近いましたけど、また。これ二2匹目ですね。なんかにゃんにゃん泣いてんなぁと思ったら。猫何十年生きるんでしたっけ ?10 年ぐらい。10年か、20年ぐらいですかね。 で大体、野良猫はあの病気持ってることが多いので、あの、飼うんであれば、野良猫はもうそこであの、いわゆる病気チェックして、で、あの、まあ、オスだったら去勢手術しなきゃいけないんで、もうそれだけでもバーっと30万ぐらい軽くかかっちゃうんで、ね、そんな簡単に飼えるあの動物じゃないんですよ、この子は。ねろくなバカがいるから、どん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 お前、あれだぞ。 バカがいるからな。バカがいるから。バカがいるんだ、これが。バカな餌だけやるのが好きな、あのー、ね、エゴイストがいるんですよ。エゴが。エゴイスト。エゴとは、えー、自分自身。つまり自分自身が良ければ、あと何でもいい。 つまり、餌だけやって、えー、糞尿は一切始末しないせん、しません。はい。えー、鳩と一緒です。糞尿の被害。腐るほど起きてるんです。じゃあなぜ、えー、しないのかって。知ったこっちゃないからです。餌をあげるのが大好きな人間だったからです。いや、餌をあげるのだけが大好きな人間だからです。 その猫が、えー、動物が大好きとかじゃないんですよ。長い目で見ると、最終的にクソみたいなゴミ数野郎、ゴミクズみたいな、ね、人間がいるからこそ殺処分にされるということになります。殺処分というよりはもう勝手に死ぬという可能性すらあります。とあるあの島でね、結局あの猫は 人口より溢れまくって、全部あの殺処分されたというあのニュースがありましたけれども。いや、なんか猫がいたんで、なんか、ね、にゃーにゃーの声するなと思ったら猫いたんですよ。でね、この子もまたすげえな、人懐っこくてね。こうやって餌を。ほら、餌あげるよ。こうすると、 こうするとこれ。おれ買うの買わねえよ。餌はね、えー、ありません。はい。餌はボクちんのあれにはありませんね、うん。モバイルバッテリー。縛れます。 よいしょ。これだよ、お前。これ、これだよ、もう。この子何年、何歳だろうな。結構、大きいんで、5歳以上だとは思うんですけどね。猫を多分10年ぐらい生きると思うんですけど。ねえ。かわいいの、この子この子もかい,い。これ、これ、これ。 眠たいのかね、まあ、ペットっていうのはあのにあの人間に対しても非常にあのいい効果が、まあ、アロマテラピー的な効果があるんですけど。で結局この猫が飼い猫なのか野良猫なのかっていうのを判断するのが非常に難しいんです。 まあ一般的に飼い猫だったら強制手術をするはずなので、これされてないということは、まあ野良猫であることは、今一般的にはね、野良猫じゃないのか。で、首輪もつけてないんでのび、野良猫じゃないのかというのが考えられますが、ボクちんは残念だったな。ほらどきなさいほら猫ちゃん。これこれこれ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  これの猫のも持ち方分かんないんですよね、これ。前足の、前足と後ろ足、前足のあたりにこつかむんですかね。ほら、ち立ちなさい。ほら、ほら、ほら。ほら。猫、ね、ちゃん。猫、ね、ちゃん。猫、ね、ちゃん。 噛み方がよくわからないんですよ痛い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 ,い噛まれた持ち上げられたくはないらしいです痛い噛まれた痛い痛い持ち上げられるの嫌いみたいですね痛い痛い痛いギリギリ血が出やそうだ 一般的にあの、前足と後ろ、あの、前足の後ろを持つ感じですよね。持ちあ、いた。いた。ちょっと内出血ですね。痛い。痛い。あ、痛い,た、ねいた。はい、ちょっと、君、どきなさい。ほらほら。どいてどいてどいて。俺は今からドラ、ドラ、ドラクエウォークしなきゃいけないんだからね。帰ろ。帰ろちゃう。 今から、あの、あそこへ行きます。問題の。